結局公正は果たされなかったな。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりもはるかに怠惰で愚かであった。間もなく世界は破滅を迎えるだろう。お前はゲームに敗れた。人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が重すぎたようだ。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払ってもらわねばならん。お前の命をな。汝を死刑に処する。死刑。神の決め事は絶対。我が試みは水泡に引きし、全ては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。それが主のお望みなら。貴様は良い囚人ではなかったということだ。確かにそうかもしれませんが。どうした。速やかに執行せよ。本当に死を。迷うな。全てはゲームに負けたこいつの罪なのだ。では囚人、これより刑の執行に移る。生意気な。この後に及んでまだ反逆の意思を示すとは。ジュスティーヌ、いいな。主の命令なら仕方ありません。往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるのだ。わかりました。罪人にしよう。抵抗するな囚人。おとなしく刑を受け入れろ。最後は潔くするものです。くらえ。くらえなさい。この力、カロリーヌ、やはり。どうした。迷うなと言っただろう。主の命令に背くのか。行きます。やはり違う。私たちの役目は死なせることじゃない。カロリーヌ。何なんだ。なぜこんなに心が騒ぐ。我らには別の役目があるというのか。どうした。死刑と命じたはずだが。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を更生させる存在。何。頭の中で何かが告げるのです。本当の役目は死なせることでは。私たちの願いはあなたが真なる公正を果たすこと。
私たちは誰かを殺す存在ではない。それこそが忘れかけていた真実です。決まりだな。私たちは人間を見限らない。右目と左目、まるで鏡写しの同じ。私たちの願い、今こそ。ようやく思い出したぞ、我らがいかにして引き裂かれたか。私たちはもともと一つ、半身ずつに引き裂かれたのです。邪悪な意志によって。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられるとは。取り戻しましょう、私たちの本当の姿。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従え。あなたの手で私たちを合体してください。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。さあ合体を。我が名はラヴェンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば、聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度、真実を思い出して。そしてどうか私たちを救って。信じていました、あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者。取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。人間の世界を残すか、壊して作り直すか、全ては我がゲームだ。気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯、いや願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で怠惰から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまいよった。人間は破滅すべき、その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価してもよいかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く。神である私をなかなかに驚かせた。ボングにはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。我は何時、何時は我。何時ここに、ちぎりを血盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、魂のくびきを打ち破らん。
今こそ何時、愚者の究極なる非王に目覚めたり、無人の力を何時に与える。よし、よし、もうしばらく観察してみるのもいい。今日だ、お前に取引の機会を与えてやる。もし望むなら世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこるあの世界だ。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね。契約成立だな。偽りの神と我らが待望した人間との契約、我らでさえも読めぬ結末でした。我が主の願いすら覆すあなた、それもトリックスターゆえのことと思えばやはりお前も人の子、己の欲には勝てなかったようだな。何、恥じることはない。その望み叶えてやろう。先日発覚した病院ぐるみでの子供の臓器売買事件で続報です。関与を否定していた院長や外科部長が一転、事実関係を認める供述を始めました。胸くそ悪い。予告状が届いていたこともあり、今回も怪盗団が活躍したとみられています。続いてのニュースです。雑居ビルで火災があり、怪我人が多数出ている模様。今月に入り、放火や強盗など凶悪犯罪が増えており、警察では注意を呼びかけています。ろくな世の中じゃないな。お前も巻き込まれんなよ。続いてのニュースです。警察は怪盗団の指名手配を正式に取り下げると発表しました。また捜査を主導していた検察も捜査方法が不適切だったと謝罪を表明しています。180度の方針転換について捜査関係者が改心されたのではとの憶測も。やっぱ悪いのは警察じゃねえか。やましいことあんのはそっちだろ。怪盗団が悪とかありえないし。怪盗団の活躍はとどまるところを知りません。改心されたのではと警察に届け出のあった数はすでに100件を超えています。まだ 100? てっきりもう倍ぐらいかと。わかるわ、ここ最近毎日見てるもんな。一方で犯罪発生率、自殺率ともに悪化傾向との報告もあり。大丈夫かしら、もうこの子も生まれるのに。怪盗団のおかげで明るみになった事件が増えただけさ。大丈夫、全部怪盗団が何とかしてくれるって。Hmm.